8月10日、月曜日の山陽新聞ニュースです。8月18日から横浜市で行われる第13回日本高校ダンス部選手権に、総部4年目の創始学園が、県勢初の出場を決めました。高校最高峰の大舞台を前に、男女混成の5人のメンバーは、見ている人も楽しめる最高の演技をしたいと練習に熱を入れています。 リーダーの山下陸さんは自分たちの演技を通してたくさんの人の気持ちを上向かせたいと意気込んでいます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため夏の花火大会が相次ぎ中止となる中、岡山県内唯一の花火製造業者岡山市の森上塩化工業所が花火玉を使って新型コロナの収束を願うお守りを作り、 販売しています。花火大会は、江戸時代に薬病退散などを祈願して始まったとされ、森上演化工業所は、来年は花火が楽しめるよう、一緒にお願いしてほしいとしています。健康への意識を高め、日々の実践につなげてもらうイベント、岡山城、お城で対局券が9日朝、岡山市の岡山城であり、市民50人が天守閣をバックに、 対極拳で心地よい汗を流しました。剣武術対極拳連盟公認指導員のアドバイスを受けた参加者はゆったりとした音楽に合わせて腕や足を流れるように動かし、片足立ちでバランスをとったり、両腕でこう描いたりする主要な動作を学びました。続いて天気予報です。8月10日は岡山県南部。 北部ともに曇り、時々晴れでしょう。岡山県南部の最低気温は26度、最高気温は35度でしょう。岡山県北部の最低気温は25度、最高気温は32度でしょう。降水確率は岡山県南部午前10%、午後10%、岡山県北部午前10%、午後20%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。